して。エントリーナンバー1番、広瀬大輔26歳です。今大会のテーマと同じくアニソンで日本を世界を元気にするためにまたこのステージに来ました。今までやってきた全てをぶつけるので聞いてください。よろしくお願いします。アニメ遊戯王ファイブリーズより Believe in Nexus。 行くぞ。その手伸ばしてまばゆい明日をつかみ取れ。無限の空羽ばたけ。振るこの衝動を誰にも止めらんない。手に汗握る攻防を高まるこのハッピービビっちまいそうなバトル避けられない。ここで終わらせたくない氷立ち上がれ。孤独に怯え震えないで。仲間が待っていることも一度思い出せ。怖くはないさ諦めはしない。どんなすごいやつにも負けはしない。いつだって本気の勇気で Believe in Nexus。 ありがとうございました。誰だ今歩いた。あ、そうか、あそこで入れ違うのか。エントリーナンバー2番、宮下ルナ15歳です。こんな大きいステージで歌を歌うのは初めてなのですごい緊張しています。アニメもアニソンも歌うことも大好きなので一生懸命やりたいと思います。よろしくお願いします。アニメダイムパラディンさくらよりフライアウェイ TPS。 花の命は短くとも美しく輝き散りたい。次元の壁を越えて叫ぶこの声が届くまで Back to the sky。 胸を熱く焦がすほど夢は高く強く両手広げ風受けて翼に変わる。震える手を握りしめ蹴り刺す彼方まで君と歩む未来は何よりも大切な奇跡。雨かけて走る千億のの果てに明日は潜み呼び覚まず過去の罪の記憶。人は優しすぎて花の命は短くとも美しく輝き散りたい。次元の壁を越えて叫ぶこの声が届くまで Break it to the sky。 ありがとうございました。エントリーナンバー3番、コーナーアイミスティカです。ワンピースをこよなく愛しています。今日はルフィに力をもらうためにちょっと意識して帽子を麦わらっぽいのにしてみました。よろしくお願いします。
アニメ悠々白書より微笑みの爆弾。街の人の味方がぶつかって一人ぼっち、果てない袖風がビュンと一人ぼっち、どっちだろう。泣きたくなる場所は二つ丸をつけてちょっぴり大人さ、めちゃめちゃ苦しい壁だって不意になぜかぶち壊す勇気とパワー湧いてくるのは、めちゃめちゃ厳しい人たちが不意に見せた優しさのせいだったりするんだろうね。ありがとうございます。ありがとうございます。エントリーナンバー5番、澤田拓真23歳。この映像を見てる方はもちろん、僕の後で出番を待ってる他の出場者の方たち、みんなすごい緊張してると思うんですけど、そんなみんなにも、僕の声をメロディーに乗せて勇気を届けます。よろしくお願いします。アニメデジモンアドベンチャーよりブレイブハート。エントリーナンバー6番和田由美子28歳です。小さい頃からアニメが大好きで、アニソンは自然と歌って育ってきました。アニメが大好きなのが伝わるように、一人でも多くの人のを笑顔に与えたり、あと心が温まるような歌を歌いたいです。今年で28歳ですが、若い人たちに負けずに頑張ります。よろしくお願いします。アニメワンピースよりメモリーズ。
エントリーナンバー7番木下珠樹です。あ、17歳です。今回のテーマ の, あのアニソンで日本を元気にするということで、私も今日はみおちゃんになりきってあの日本を元気にしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。アニメ軽音よりピュアピュアハート、頭の中思い出いっぱい溢れそうなのちょっと心配、とりあえずヘッドホンで塞ごう。 Don't stop the music。 欲しいものは欲しいって言うの、したいことはしたいって言うの、だけど言えない言葉もあるの。 Can't stop my heart。 いきなりチャンストライク、偶然同じ帰り道、膨らむ胸の付箋、急に足が宙に浮くの、乗車を気流に乗って飛んでいっちゃえ、君の元へ私のピュアピュアハート受け止めてくれるなら怖くはないの、この気持ちが大気圏越えた時、君は見えない道の向こう側、 I don't mind。 ありがとうございました。エントリーナンバー9番遠藤未来20歳です。昨日仙台から電車を乗り継いで札幌に行きました。東日本大震災に遭いまして、ライフラインの閉ざされた、生活の中での私の心の支えが家族の存在と、人との絆と大好きなアニソンでした。もともとアニソン大好きなんですけども、本当に自分がアニソンに支えられてるんだな、大好きなんだなっていうことを再確認して今日ここに立っています。自分がそうであったように聞いてくださった方が、元気になったり笑顔になってくださる、そんな歌を歌って、そんなアニソンシンガーになりたいと思います。よろしくお願いいたします。アニメ植木の法則よりファルコ。
ために傷つき夢は浮かぶ空白瞳を閉じた桜咲いた心に砂嵐が止まない砂漠よりも果てなき時をさまよう喜びや悲しみから今受け取った力情熱に変わる未来その手に飛び出すファルコンかける君よ夢をつかめ誓い響かす汚れなき空エントリーナンバー10番荒敷陽子30歳です。やっぱり歌が諦められませんでした。大好きな歌を毎日のようにも歌っていてやっぱりプロの方に自分の歌の評価をしっかりとしてもらいたいと思ったこととあと歌を聴いていて自分が感動するものっていうのがやっぱり歌からもらうものがやっぱり大きかったのでそれを今度は自分から発信できるようにチャレンジしたいと思って今日は来ました。あとかっこよく元気よく歌えるように頑張ります。よろしくお願いします。アニメマクロスセブン銀河が俺を呼んでいるよりハート&ソウル。言葉だけじゃ届かない溢れる強い想い二人の背見つめ合って伝えよう温かな話そう話そう話そうどんな時でも抱き合えばそばにいなくても君の声がする星から星旅してそして見つけたものを